エンゼルスの大谷翔平、27、は21日、日本時間22日。キャンプ地アリゾナ州のテンピで行われたロイヤルズとのオープン戦に初先発。2回1、3。50球を投げ。3安打1四球5奪三振で1失点の内容だった。3回1死から3塁打を浴び。ピンチにタイムリーを許したが、最速は99マイル、約159キロをマーク。米メディアは、昨季ア・リーグの MVP に輝いた、二刀流スターの投手としての順調なスタートを絶賛した。スプリッターか、チェンジアップかの謎も、大谷翔平の2022年シーズンは上々の滑り出しとなった。米メディアも二刀流スターの今季初登板に注目。早速大々的に実戦初の登板内容を報じた。CBS スポーツはエンゼルスの二刀流スーパースターでア・リーグ MVP の大谷翔平が月曜日。2022年のスプリングトレーニングで初めてマウンドに上がったが失望させることはなかった。2回、1、3で11人の打者と対戦して5三振を奪ったと伝えた。記事は3安打で1失点したため、完璧な登板ということではなかったが、これはスプリングトレーニングで初めての調整登板だったと紹介。健康でいること以外で最も大切なことは、投球がどのようなものか、どれほど正確だったかということだった。彼は50球を投げ、労使交渉の影響でキャンプ期間は短くなったが、力強くシーズンを迎えることのできる予兆をしっかりと見せた。彼は次回に約65球、そして80球と球数を増やすことで開幕を迎えることができるだろうと称賛した。大谷翔平とコンビを組んだマックス・スタッシ捕手の声を紹介したのは、地元のオレンジカウンティレジスター紙だ。昨年、大谷翔平がやり遂げたことを見れば、昨年の春の段階では、彼がまだマウンドで発展途上段階にあったことを忘れてしまう。大谷翔平の投球を受けた後に、スタッシは、大谷翔平がすでに2021年を終えた段階よりもより磨かれた状態にあるように見えると語った大谷翔平は45球の予定だったが、ストライク33球を含む50球を投げたことを紹介。ボールを受けたスタッシの感想をこう紹介した。去年はトミー・ジョン手術から最初の1年だったので、ストライクゾーン内でどう攻めるかという学習段階にあったと思う。今年の彼の球は本当に洗練されて見えた。良いとは言わないまでも、昨年と同じくらいは優れていた。彼が良い感触で、問題なく投げられて、良かったと思う又同士は、初めてのスタートを外で投げることができて、気持ちが良かったという大谷翔平の感想を伝えると、同時に一つの謎を紹介した。大谷翔平は、スプリッターはいつでも投げられる。今日は他の優先事項もありましたとスプリッターは投げていないと明言したが、不思議なことに受けたスタッシは、大谷翔平がスプリッターを投げたと思ったと語ったという。ただ、大谷翔平自身は、スタッシがスプリッターと感じたボールをチェンジアップと考えていたということらしい。そのことをぶつけられたスタッシは、わかりませんと微笑み、僕は一生懸命、そのボールをブロックするだけ。チェンジアップでもあっても関係ない。彼を気持ちよく投げることのできるボールなら何でもと続けた。また大谷翔平が、この日、課題にした球種がスライダーだったと試合後に語ったことも伝えた。注目を集めている大谷翔平の開幕投手については、大谷翔平の今後のスケジュールは不明だ。彼は
開幕投手になることが期待されているが、もし6日ごとに投球を続けるのであれば、シーズン2戦目に彼は組み込まれることになると予想した。ただ一方で、大谷翔平が、今後の調整プランについて、いくつかの選択肢があります。投球数を制限して4日間の休息を取ることも、もっと投球してもっと長く休むこともできる。それは、チームと議論し続けるべきことと説明したことを紹介。もし、大谷翔平が次の日曜日の先発で、約65球から70球を積み上げれば、彼は4月2日に球数を40球に減らすなどして4月7日の開幕、アストロズ戦に14日で合わせることもあるのかもしれない、とも記して、開幕投手の可能性があることも示唆した。さらに記事は、大谷翔平が先週の会見で、2022年のパフォーマンスを2021年より、さらに良いものにすることを望んだと伝えた上で、昨季の9勝2敗、防御率3、18で130回1、3で156奪三振という数字を紹介。これは、最初の先発4度で1イニングあたり1人を歩かせ、幾分ガタガタしていた最初の1ヶ月を含んでの成績だったと、昨年は4月のスタートダッシュに失敗していたことを指摘し、彼は勇気づけられるパフォーマンスとともにこの春のスタートを切ったと、今季は、そのスタートで上積みできそうな可能性を伝えた。MLB 公式サイトは、大谷翔平が今春初の投球内容に満足との見出しを取り、ア・リーグ MVP の大谷翔平は、ストライク34球を含めた50球を投げた。彼には、チームの開幕投手となるチャンスがあり、レギュラーシーズン開幕までに、約90球を投げる状態まで積み上げていこうとしていると開幕投手の有力候補であることを報じた。27歳の大谷翔平は、常に良い感触を持っていて、キャンプで大きな調整を必要としてない球種でもあるスプリッター以外、すべての持ち球を投げたと明かした。スプリッターの代わりにカッターやスライダーをより多く試し、そこに伸び上がる速球。最初に2球投げたカーブや地面に落ちた数球のチェンジアップを織り交ぜたなどと投球内容を紹介した。また、捕手のスタッシは、大谷翔平の初登板投球内容に満足していた。球速もあり、ツーストライクに追い込むと変化球を織り交ぜて、ロイヤルズの打者を惑わせたとも伝えた。そしてジョー・マドン監督の絶賛コメントを取り上げた。彼は、とても良かった。素晴らしく見えた。チームに戻ってきたスタッシも昨年よりもよく見えると言っていた。そのことに、とても強い印象を受けた。一人だけオリバレスが彼に、対して良い打撃をしたが、すべてがうまくいっていると思う。制球も優れていて、速球も良かった。ただマドン監督は、まだ開幕投手に指名するには至っていないことも、明言した上で早ければ現地時間22日、日本時間23日に、指名打者として、スタメン出場する。可能性があることを明かしたという。